Hey guys, MechanicCG here, and welcome back to another episode of Yakuza 0. Today is episode number 9. Hopefully you do enjoy. Whoa, hold up. So, from between the last episode and this episode, we had a slight problem where my recording software didn't record the screen at all. And, well, let's just say the footage that I got was unusable. So what I'm going to do is I'm going to do a quick narrative of what happened, and you can see the recap at the start of episode 12 when that comes out. So at the end of the last episode, we were tasked with going to find someone that we had to go and kill. And after discovering and investigating, we pinned it down onto a guy who was a big, muscly guy. And when we went to go find him, we found out that he actually was one of the nicest guys you would ever meet. The problem is, the person that we were sent to kill was his assistant, who ended up being a blind girl. And this girl is also wanted by the Yakuza for some unknown reason. And in the very final scene before we get to today's episode, Majima pulled a knife out on the girl, and the screen went black. それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけど。なあ、そうだな。となると、お前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。ああ、立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話じゃ、札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としても、いくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が街を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだよ。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が堅気の仕事するって？ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッスアルプスって店で待ち合わせた。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な肩着に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な肩着の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ
俺が選ぶよりはいくらがマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。Finally, we're back with Kiryu. Ah, I miss the guy. I miss being able to play as Kiryu. Matchawase made, time do れぐらいあるんだ。そんなにはないな。できれば、カムロ町で買い物を済ませたい。それじゃ、あんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら、中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。Right, so we need to go and buy some clothes. Sense ねえって自覚が。余計なお世話だ。ほら別に無難に済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。Ah, no, you're gonna try and start a fight with me. Yeah. He got away. I wasn't really running far. Right, let's go down here. Ah, we're gonna bump into these guys. Come on then, fight. Let's fight. Oh, you glitched out a little bit. Fight! Fight, 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 fight! That was a good fight there, though. Have mercy. No. Mercy is for the weak. That guy was pretending to play golf. Oh, business suits.本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。That's boring。それが肩切ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。おこれなんかどうだ。バカおめえ、それ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たく、めんどくせ。それじゃあ、これはどうだ。色は落ち着いてるが、ラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。お白か。ああ、yes, it's the white suit。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。I like the white suit。Oh. Yo. これでどうだ、錦。何笑ってんだ。いや、
やっぱ何着てもまるで肩着に見えねえと思ってよ。ちっ、お前の見立てた服じゃねえか。わかってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが、俺はこの服が気に入った。これでいい。え？おい、いいのか？全然リーマンっぽくなってねえぞ。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか。よし、わかった。そこまで言うなら、そいつは俺のおごりで。兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ？あ？はなから俺はお前のおごりのつもりだったよ。チッ、なんだそれ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ、立花不動産の。なんてやつだっけ。織田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当起きてる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。So after our fight with Kuzey, he wants to end us, pretty much. We know it's gotta be Kuzey behind the framing of the murder. But we need to figure out evidence to prove it. He looks snazzy in this suit though. Look at those shoes! Oh, and here he is.よ、来たか。待ちくたびれたぜ。おだ。三が抜けてるぞ、おい。上司呼び捨てにするやつがどこにいんだ。大体お前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ？そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか。立花不動産には。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。まあ何もしないよりマシだわな。That looks ridiculous. さてと、それじゃあ早速始めっか。まず今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせてね。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、苛立く、いや立ち退き料を目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすとその占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。
そういうこと。もっとも戦友屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。戦友屋はせしめた立ち抜き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。それじゃあその戦友屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。キリュウ君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまり舐めた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。Imagine spilling wine on that suit. いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。It would never come out. よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらい向きだ。So take the furthest seat or the nearest seat. おい、まさか上座に。入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。コーヒー。コーヒーを。いや、注文は連れが来たからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。お前、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待ちながら優雅にコーヒーなんざすすってちゃ話になんねえぞ。それがビジネスマナーってもんだ。I don't know how business works. そういうもんか。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて同じことは二度言わせんな。しかしめんどくせえな。何言ってんだい。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどわきまえてるもんだ。おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引にはつながらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。あ。ま、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。
キリュウさんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど。お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ1万払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください。うちの気流はヤクザを扱うエキスパートですから。あ、ヤクザのエキスパート？いやー、こいつはなんていうかちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあえつに言ってるんですよな、気流くん。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに？天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな、気流くん。ああ、interesting。 話は分かったな。要するに占有屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ、君に最初の任務をやろう。なんだ？ひとっ走り菓子より買ってきてくれ。は？相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろ。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子より買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。はあ。So we're going to Tenkachi Street. Right, so we need to get this gift box thing.
Right, so I've come to this shop towards the north, and we've actually found ourselves the confectionery box. It was the last shop I checked. Always the last shop I check. No. Ah, oh, looks like we're fighting then. Right, 1, 2, 3. How did you do the eye poke thing? Or was that a different character? I think it might have been a different one. It might have been the other guy. Majima. Walloped. 146,000 yen. I like as well. We have more yen. Like every single small interaction we do is the same amount of yen as that initial thing. Oh, looks like we're fighting these guys as well. I just feel like using the brawler style for a little bit. Or the beast style. Brawler is the other one. ¥5 million, that's actually enough for two upgrades now. Two of the lower end ones. Right, let's go. これでいいんだろう。よし、さすがにこれくらいはやっ。で、ここが問題の杉田ビルだ。Alright, looks like we're trying to find someone. ここに専用屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。Let's go. ああ、お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。この部屋らしいな。すみません。辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれ、つまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえな。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち抜くの大変じゃないですか？立ち抜く？なんだよそれ。俺は立ち抜く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち抜いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい？あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。堅いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての専用屋がよく言うな。なんだよ専用屋って、てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしては、さっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。
お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいや。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラが、でけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ。不動産や風情が。それじゃ要件は伝えましたよ、辻さん。That didn't go to plan. ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って専用屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手？バックにいるヤクザか。結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたらあとはさっさと話進めようってことになる。Here we go. なんだこいつら。鈍いね、キリュウ君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが立花不動産って人たち、山の井さんの代理だって聞いたけど。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょ。ええ、まあね。それうちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところが。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょう。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だろ。今時の不動産屋は濡れ手で暴れ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。おだ、あんた鼻からこういう筋書きだったのか。まあね。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。チッ、素人、余計な手間かけさせやがる。この手間賃も仲介料に上乗せするぜ。その手間賃ってのはいくらだ？300万、合わせて1000万だ。Or we just fight. Going with the bicycle now. There we go. Ta-da!
てめえら、こんな真似してタダで済むと思うな。その面覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ。登場会太平一家だ。太平一家、あいつの組か。堂島組若頭補佐阿波の弘樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。よりによって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの。戦友やら辻さんよ。はい。まだそのビルに居座るつもりなら、さっきの話の続きするかい。いや、そのあんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ一人で頑張る気。いえ、めっそうもない。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすかわかんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。Well, that worked. これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう？極道やるよりよっぽど楽しかったろう。仇の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。うん、お前もしかして殻の一つを手に入れたら極道に戻る気か。そんな先のこと考えてねえ。そっか。それよりこの後はどうする。ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山の井のじいさんに報告頼む。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ、何の店だ。ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺も思うんだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。わかった。それじゃまた後でな。Interested. So thank you guys so much for watching. If you did enjoy, be sure to leave a like.Comment down below and subscribe, and make sure to check out the description. We've got our social links for our Twitter, Instagram, and our Discord server, so check those out. And if you want to help support the channel, hit that join button, it'd mean the world to me. And I will see you in the next one. Goodbye.